交流量ビカニュラ酸素療法は、呼吸補助のための交流量酸素システムの一種である。過温、過湿した一定濃度の酸素を、ビ・カニュラを介して、交流量で投与する。投与されるガスは、人体の温度に加熱され、相対湿度100%を目標に過湿される。急性及び、慢性の呼吸不全に使用される。本療法には、明確に定められた名称がない。 日本語の創設や学会誌では、交流量ビカニュラ酸素療法と、故障が一般的である。その他に、交流量式ビカニュラ酸素療法や、商品名としての、ネーザルハイフローなどの故障がある。英語における名称も、欧米の呼吸器関連医学雑誌では記事によって、記載が異なり、統一されたものはないが、一般的には、ハイ、フローネーザルキャンやら、 ハイフローネーザルオキシジュナン、ヒーテッドヒューミデファイドハイ、フローネーザルキャンヤラと表記し、HFNC や HHHT などの略語が用いられている。一般的なビ、カニュラによる酸素投与一般的に医療用の酸素投与に用いられるビ、カニュラは1から6リットル分程度の流量に制限されるため、供給される純酸素は周囲の空気によって希釈され、 吸入酸素濃度は約24から36%程度となる。それに対して、交流量ビカニュラ酸素療法では、最大60リットル分程度の交流量警備投与が可能である。その結果、90%を超える高いフィオニの維持が可能となった。配管からの医療用酸素は加失されておらず、供給時に圧力が大気圧へ低下することによって膨張し、 ガスが冷却される。加湿されていない低温のガスを供給すると、微粘膜を刺激し、乾燥や出血を引き起こしたり、体温を低下させて、代謝要求を増加させる可能性がある。このため、微、カニュラからは、通常6リットル、分を超えるような交流量の酸素を供給することが、できない。通常の呼吸では、成人の微光での吸気流量は12リットル、を超え、 軽度の呼吸困難の人では30リットル、分を超えることもある。通常の美、カニュラから提供される1から6リットル、分程度の酸素の他は、室内の空気を吸入することとなり、必然的に達成可能な吸入酸素濃度は制限される。このため、交流量美カニュラ酸素療法が実用化される以前は、フィオにを増加させるためには、フェイスマスク、または、 気管相関が必要であった。HFNC では供給するガスを加湿加温にすることによって患者の吸気流量を超える十分な流量を供給することができる。機械内で空気、または空気と酸素を混合した後、約摂取37度まで加熱され、加湿器を使用して相対湿度100%まで加湿される。ガスは加温されたチューブを介して患者に供給されるため、 チューブ内での水蒸気の冷却と凝縮を防ぐことができる。HFNC の概念は、もともとは競争場で使用するために開発され、バッポザーム社によって1999年に導入された。機器は専用美、カニュラ、ヒーターワイヤー付きの加温化し付き、酸素調節装置により構成されている。美、カニュラは交流量に対応するため、通常の美、カニュラと比較して、 太く重いが使いやすいようにチューブ部分が蛇腹構造になっている。過温加湿器は最も重要な役割を担う部分であり、専用の過温加湿器あるいは人工呼吸器用の過温加湿器を使用する。過温加湿器と美、カニュラ等接続するチューブには高湿度ガスの結露を防ぐための過温装置がついている。酸素調節装置は病室に配管した圧縮空気と 高圧酸素の両方を混合するタイプと、ベンチュリ効果を利用して、室内空気と配管からの高圧酸素を混合するタイプがある。一般的に校舎は騒音が大きいとされる。装置には酸素濃度計がついており、21%から100%までの酸素濃度を任意に設定して供給することができる。交流量ビカニュラ酸素療法は、 非侵襲的陽圧換気法マスクの装着や、気管相関をせずに、通常の酸素供給療法よりも高い、吸入酸素濃度を患者に供給することができる。NPPV や気管相関による人工呼吸と異なり、鼻からガスを送り込むため、使用中に患者は会話や食事が可能であり、生活の質が維持できることが大きなメリットと言える。また、吸気すべてを、 機械から供給できるため、リザーバー付きマスクや、通常のび、カニュラと比較して正確な吸入酸素濃度を維持できる。その他、吸気が加熱、加湿されることによる利点として、気動粘液の水分量が増加し、分泌物の排泄を促進して、気管支粘膜症状の発現を減少させることが挙げられる。体内で吸気を過温、加湿する必要がないため、代謝コストが減少し、 呼吸時による患者の負担を減少する。急性呼吸不全における HFNC の使用は死亡率や入院期間や集中治療室の在室期間に影響を与えない。ただし、気管相関の必要性を15%程度減らし、酸素化の増悪を減少させるとされる。一方でメリットとしては大量の酸素を必要とすること。 危機器本体やディスポーザブル部分の費用が高いことなどが挙げられる。交流量ビカニュラ酸素療法は自発呼吸が保たれているが、呼吸仕事量が増加している患者に有用である。一般的な呼吸不全、気管支喘息の増悪、慢性閉塞性肺疾患の増悪、肺炎、肺水腫、鬱血性心不全、急性呼吸休白症候群などにおいて適応となりうる。一部では、 自発呼吸を残した全身麻酔下での手術を容易にするためも使用される。睡眠時無呼吸症候群の治療にも有用であるとされる。非侵襲的陽圧換気法で禁忌とされる自発呼吸消失、気道確保不能、循環動態不安定、患者が非協力であるなどの症例は HFNC でも同様に禁忌である。顔面の外傷で美、カニュラを使えない状態であるとき、 気業が疑われるとき、動脈血に酸化炭素分圧において、新生児呼吸吸白症候群の未熟児に対して有用であることが示されている。患者の状態によっては、気管相関を避けることができ、より低い吸入酸素濃度で安全な呼吸管理を可能にするため、未熟児網膜症などの酸素毒性リスクを軽減するとされる。また、 呼吸に必要な仕事量が減少するため、人工呼吸器での日数の減少、より早い体重増加、全体的な入院期間の減少させる効果が示唆されている。新種の少ない陽圧換気が可能であり、人工換気による不快感を減らすことができるため、乳幼児や学童に有用である。交流量ビカニュラ酸素療法は、 新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患に対して一定の効果が見込まれる。ただし一部の重症患者では HFNC のみでの酸素開示は困難である。中国重慶市での研究によれば重症患者のほとんどが交流量微化乳レによる治療を受けており補助酸素療法の中で最も多く使用されていた。その中でも比較的軽症な患者では HFNC による補助酸素療法は走行したが、さらに重症な患者では、HFNC を使用した患者の41%が、非侵襲的陽圧換気法や気管相関による人工換気などのより高レベルな補助酸素療法を必要とした。HFNC などの補助酸素療法では、患者の呼吸によってある程度エアロゾルが空気中に放出され、 医療従事者の感染の原因となりうるが、その飛散距離は通常の酸素マスクと比較して有意な差は認められない。COVID-19 の感染が拡大した当初は、多数の臨床医が感染したために、エアロゾル発生による院内感染の懸念が生じ、HFNC を回避する傾向があった。しかしその後、HFNC の利用は、 酸素マスクを使用した酸素療法と比較して環境への分散、または最近汚染のいずれも増加させないとの報告が出された。さらに同報告によれば、HFNC では患者は赤薬シャミの際のエアロゾル電波を減らすために、サージカルマスクを着用できるため、サージカルマスクが着用できない酸素マスクと比較して、むしろ利点となりうるとしている。ありがとうございます。